ちは、こんばんは、やするです。今日はですね、エミパームと、Wi-Fi 接続をしてですね、ノートで、コントロールができるアプリ、 Android 用なんですけど、ミミプレイというアプリですね、こちらの方をご紹介したいかなと思います。ではね、早速なんですけど、ミミプレイというアプリを起動していきたいかなと思います。その前にですね、フミパームの本体の方で、Wi-Fi の設定をする必要がありますので、そちらの方をちょっと見ていこうかなと思います。それではですね、フミパームの方の設定をしていきたいかなと思います。まず、本体の画面のですね、上から下にスワイプ。そうしますと、設定が出てきます。ここから左から右に一度スワイプしますと、この画面になりまして、 Wi-Fi のマークがあるんですけど、これを押します、タップします。そうしますと Wi-Fi が起動されます。起動したらもう元に戻って OK です。次にですね、スマホの方のミプレイのアプリを起動していきます。スマホの画面になりますので、スマホ画面のスクリーンレコーダーの画像の方に変えてみたいと思います。まずですね、ホーム画面なんですけど、こちらの方にフミプレイのアイコンを置いてあります。タップして起動してみたいと思います。起動しました。起動しますと、フミパームが出た画面になって、下の方に、エンターデバイス。という項目があります。こちらの方を押すと、接続の方を始めるんですけど、その前にちょっと説明で、右上に3本線のメニューバーがありますね。こちらを押していただきますと、リージョン、あとランゲージ、アバウトアスという項目が設定としてあります。リージョンの方をタップしていきますと、自分の国ですね、そちらの方が設定できるようになっています。私、設定してなかったみたいで、ジャパンがありましたので、ジャパンを設定します。そして、その他の項目でいきますと、ランゲージ。こちらは本体の方と一緒で、英語と簡体中文、この2種類しかないです。英語の方で、About Us。こちらの方は、英文で、いろいろな訳とかですかね、この辺が書いてあるのと、プライバシーポリシーが、こうなってます。はい。じゃあ、最初の画面に戻りまして、エンターデバイスやっていきたいと思います。はい。まずですね、エンターデバイスしますと、Wi-Fi コネクションっていうメニューが出てきまして、Wi-Fi で、ファームの本体とモードですね、接続してくれよ、メッセージが出ます。で、下にコネクトという項目がありますので、こちらを押します。そうしますとですね、スマホ本体の Wi-Fi の設定画面が開かれます。この中で、フミパームの名前を探して、接続をします。はい、IP アドレスが取得できて、接続済みになりましたので、戻るボタンで戻ります。すると、すぐにですね、本体の画面の方は消えまして、スマホアプリの方のフミプレイのアプリの方で画面が表示されます。これ起動した時にはこのビデオの状態で起動します。でプレビューの画面なんですけど、 Wi-Fi でこう接続されてるって関係もあって、撮影したですね、生のデータが飛んできてるわけじゃない感じですね。若干色味がこう動くと、若干こうカクつくというか、滑らかじゃない感じの画面になってます。はい、それではですね、フミパームのアプリの方で、フミプレイのアプリの方ですね、こちらの方の画面の説明をしていきたいかなと思います。まず今設定されてる、立ち上げると、ビデオのモードに設定されてます。この画面から
しようかなと思います。で、この画面の、全体のちょっと構成を見ると、まあ、真ん中にプレビュー画面ですね。で、左側にですね、比較的あの選択したモードによるですね、別の設定項目で、上側の方が電池残量でしたり、SD の容量でしたり、あとマイク、あと NTC の設定、あとプロって書いてるのはちょっと後で説明します。で、下側に ISO とホワイトバランスの設定で、右側の方が各モードでも共通して使える設定項目っていう感じになってます。じゃあですね、そのまずはその共通して使える設定項目ですね、そちらの方を説明していこうかなと思います。で、まず、一番右が、モードの選択、パノラマ、フォト、ビデオ、スローモーション、タイムラプス、これスワイプしていくと設定が変わります。ちょっと一回やってみますね。スローモーション、フォト、こんな感じでビデオに戻しますね。で、このモードの選択の一個左ですね、こちらのアイコンが並んでるところの上から順番に、ちょっと説明していきたいと思います。一番上のですね、矢印がこうぐるっと回ってる、丸になってるアイコンなんですけど、こちらは、ジンバルを180度回転させて自撮りのモードにするボタンですね。これを押すと180度ぐるっと回って、もう一回押すと元の位置に戻る、こんな感じです。で、次その下ですね、その下は矢印がこう十字になってるんですけど、これは、ダブルタップすると、ジンバルがイニシャルポジションに戻ります。ちょっとやってみたいと思います。実際にちょっとジンバルを横方向に揺らしといて、で、十字をダブルタップ、こんな感じですね。これちなみに自撮りモードにしてるときにダブルタップすると180度こっち側にジンバルが向いた状態の初期位置に戻ります。はい、次、次は、この下のですね、ごめんなさい、フォトモードになってましたんでビデオモードに戻しました。赤い丸ですね、これ、どのモードでもそうなんですけど、撮影の開始停止、写真だとシャッターを押すボタンになってます。その次の下、ちょっと薄い、グレーアウトじゃないんですけど、薄くなったアイコンがあるんですけど、これ、まあ、動画のアイコンみたいな感じなんですけど、これですね、ユミプレイのアプリが先日アップデートしまして、アップデート前まで、こんなグレーアウトじゃなくて、金色っぽい色の、同じ形のアイコンが並んでました。ただその時も、押してもですね、特に何も起こらない、機能が実装されてない感じだったんですね。で、アップデートしまして、アップデートした後も、実はですね、色は変わってるんですけど、押しても何も起こらない。まあ、将来的に何かが実装されるのかなという感じです。で、今回のアップデートで、新しく実装されたのが、その下の、ギャラリーのアイコンですね。こちらの方を押しますと、ユミパームの本体の SD カード内のデータを、確認、閲覧することができます。もちろん再生することもできます。再生にはちょっとですね、時間が。保存されてない場合はこんな感じです。ですね、読み込むのに最初時間がかかる感じですかね。はい。で、これですね、このプレビュー画面の右上に、まあ、田んぼの田みたいなマークがあるんですけど、これを押しますとこんな風にグリッドになるんですね。で、左上にあるカメラアイコンを押すと、プレビュー最初の、アプリの画面に戻るという感じです。で、次ですね、今モード選択の一個隣の左側、説明しましたので、
上から行きましょうかね。マイクのマーク。これマイクのマークは、マイクをミュートしたり、マイクの、集音レベルをハイとローと切り替えることができます。この横、四角に日本線のマークですけど、これは、LTC のモード選択ですね。今は、広角カメラ積んでるので、周辺の歪みをですね、補正するモードになってます。で、1個タップすると、アイコンが湾曲した形になって、歪みを補正しないモードになります。次は、もう1個右のですね、四角にプロって書いたやつですね。これタップしますと何が変わるかというと、はい、押してみると、わかりますかね？下側にあった、ホワイトバランスと、ISO の設定のアイコンが消えます。これが、プロになると設定ができるようになるよって感じですかね。ついでにじゃあ、ISO とオートバランスの、ホワイトバランスの、設定の説明ですね。ISO ってところをタップしますと、ISO がオートとか、100、200、400、800、600、1600、3200と選択することができるようになりまして、手動でこう設定ができる。ISO100 だとこんな感じで。3200だとこんな感じですね。で、次ホワイトバランス。こちらも同じようにですね、オートから、その環境、周りの環境に応じたですね、ホワイトバランスに設定できたり、マニュアルでですね、1万ケルビンから2000ケルビンまで。次は、左側のですね、上の方に行きまして、家のマークのアイコンですね。この右側からちょっと説明します。こちら、本体のレビューの時に、説明しました、ファーム本体だと電池のマークしかないので、何パーセント残ってるのかわかんないよって感じなんですけど、アプリ上だと、パーセント表示がちゃんとされて、細かく残量が分かるようになっています。ただね、ちょっとこのアプリで見てたら分かったんですけど、バッテリー残量がね、ちらつくというか、ふらつくんですよね。これ、ちょっとどういう風な仕組みになってるのか分かんないんですけど、行ったり来たりすることがあるんで、もしかしたらその、充電制御とか、その辺がうまくいってないのか、今後のファームアップで治るのか、もしくは私の、パームの個体差なのか分かんないですけど、ちょっとこれが、あります。その右に行きますと、SD のマークがありまして、SD カード内の最大容量と、空きデータの容量ですね。こちらの方が確認できるようになってます。ですね、はい。じゃあ一番、左の項目。こちらは、選択したモードによって、ちょこちょこ変わってくる項目なので、今はビデオのモードになってます。そちらの方で説明したいと思います。一番上のジンバルがこうくるくる回ってるようなアイコンですね。これをしますと、ジンバルの設定ができます。ジンバルの、モード選択、ピッチロック、ジンバルロック、フォロー、FPV、あと、フォロースピードの設定、ジョイスティックのスピードの設定、あと一番下にあるのが、これが本体にはない設定で、バーチャルジョイスティック、V ジョイスティックですね。こちらの方の設定ができます。で、バーチャルジョイスティック、さっき動かしたんですけど、画面の右下に薄く見えてるやつがですね、バーチャルジョイスティックになります。これを動かすと、ジンバルを自分で手動で動かすことができます。で、このバーチャルジョイスティックの設定で、オフにするとバーチャルジョイスティックが表示されない。シングルにすると横方向のパンだけできる。で、マルチプルにすると横も、上下も移動することができる。という風になっています。で、一番下にリセットセッティング。この設定を初期値に戻すというのがあります。その下になりますと 4K30。これも見てわかる通り、解像度とフレームレートの変更の設定です。この下の3本線の、メニューバーですね。こちらを押しますと、EV の変更ができましたり、ピクチャークリックオリティですね。ファインかスーパーファイン、カラー、ナチュラルか、ビデオアウトプット。C か、ビデオコーデックが H264 か H265
あと一番下にあるのがこのアプリにしかない設定項目で、アプリのプレビュー画面上でグリッドを表示するかしないかですね。オフにするか、その横のこれをしますと細いですね、縦横線のグリッドが出てくる。もう一個のやつにしますと、それに加えて斜めの線も加えられると。こんな形ですね。で、右側の下ですね。歯車のマーク。これを押しますと、このデバイスの情報ですね。SD カードの情報ですとか、まあ、フォーマットもできるようになって、あと Wi-Fi のインフォメーション、あとデバイスのインフォメーションも見れるようになってます。ここでですね、一つ私が気になってたというか、あれどうだったんだろうと思ったのがですね、公式のまあホームページの仕様とかですね、見ると、Bluetooth 4.0 に対応してますよって書いてるんですけど、今のところですね、本体側でも、アプリ側でも、Bluetooth に関する設定とか、名称が全く見当たりません。これは将来のファームウェアのアップデートで対応するんだろうなとは思うんですけど、例えばワイヤレスマイクとかですね、接続したりとかっていうのができるのかなと思うんですけど、今のところ全くですね、その設定ができるところは見当たりません。これでビデオのですね、設定項目を取り見終わりました。残りのパノラマとかフォトはですね、さらっと見ていこうかなと思います。まずパノラマ。はい、モード変更するときにちょっとやっぱ画面が途切れるんですね。ちょっと画角も今パノラマにしたら変わったんですけど、パノラマにした場合、右側はもうほぼ変わらないですね。で、左側の方が変わってまして、家のアイコンは変わんないですね。ホームアイコンは変わんない。で、ジンバルも変わんない。この下の解像度の部分ですね。こちらがパノラマなので、そのパノラマを撮るモードですね。1×4 は、横方向に4回。4×1 は縦方向に4個ですね。3×3 は、横に3個、縦方向に3個、合計9個ですね。シャッターを切って、パノラマを撮影する設定ですね。はい。その下行きますと、さっきのビデオと比べて設定項目は少ないんですけど、EV とグリッドのオンオフができる。歯車も、変わらないです。あと1個変わってるのは、下側にあるメニューの ISO とホワイトバランスがあったんですけど、その真ん中にシャッタースピードですかね。これが追加されてます。オートじゃないと8000分の1からずっといって、だいぶありますね。30秒まであります。長時間露出をできるんですね。はい、次じゃあ、パノラマ終わりまして、フォトの方行ってみます。になりますと、さっきのパノラマに比べて変わったところはですね、右上の方ですね、HDR っていう項目があるんですけど、ここを押すと HDR をオフにしたりオンにしたりします。で、その左側に矢印がちょっとあって押してみますと、次のマークが出てきましたね。これナイトモードのオンオフですね。多分室内でこんな光で撮ってるところじゃちょっと変わらないかなって思いますね。はい。で、他の項目は特に変わりはないかなと思うんですが、この、メニューバーを押しますと EV はありましたね。で、仕様はアスペクト比ですね。4対3、16対9、1対1の中から選べます。タイミング。これ多分、タイマーですね。タイマーが設定できて、まあ、3秒待ってシャッターで閉じるか、5秒経って降りるか、10秒経って降りるかみたいな。ですね。あとフィルター。これはもう本体の方の設定でありますけど、ありましたけど、ナチュラル、モアール、ブラウン。モアールにしてみましょうか、次回。あ、モノクロになりますね。ブラウンにすると、セピアになりますね。これはこれでなんかいいですね。はい、その下にフォトフォーマット、これも本体にありました。JPEG と JPEG プラス DNG と、あ、本体の方で、なんだろうこれって言ったやつなんですけど、メタリングモード、使
おっと、センターアベレージ。あー、なるほど。すいません、ちょっと私が無知すぎたんですけど、これで分かりました。ピントを合わせる手法ですね。それをどうするかっていう選択だったんですね。スポットで、ポイント的に合わせるか、真ん中を合わせるか、全体的に合わせるか、アベレージですね。その絵が選べると。あと、グリッドがある感じですね。あとはこのぐらいです。次、ビデオ。あ、ビデオやりましたね。すいません。スローモーション。スローモーションに行きますと、独自の設定項目は左側の 4X って書いてあるところですね。ここを押すと、4X か 8X か選べて、まあ、想像通り 8X の方が、さらにスローモーションが撮れる。ただ、8X の方は、解像度が HD でしたね。で、4X の方がフル HD。で、しか撮影できません。この辺は、まあ、分かった上で撮影する。メニューを見ますと、他と変わんないですね、ほぼね。はい。こんな感じです。次、タイムラプス。はい。タイムラプスだけでですね、アプリの仕様的なのか本体の仕様なのかわかんないんですけど、プレビュー画面がスマホには表示されません。意味あんのかって感じなんですけど、スマホで操作する。ただ設定項目とかはここでいろいろ変えたりできますね。シャッターのインターバルを1秒から、最大60秒まで。撮影時間を5分から最大 5時間まで設定することができます。その下にある、コントロールザジョイスティックトゥアジャストザアングルオブザジンバルトゥセレクトザユアファインダーポジション&クリックラストゥザポイントと書いてますけど、まあ、本体のジョイスティック使って、どこを被写体にするのかですね、決めてプラスボタンを押せよっていう感じですかね。で、2番目は、キープザジンバルスティルフアリングシューティング撮ってる間はジンバルをキープしようってことですかね。ちょっとこの辺またね、今度ゆっくり触ってみたいと思います。プラスで指定した場所を追いかけるようになってくれるのかちょっとどうなのか分かんないので見てみます。今日これで一通り説明、各問の説明が終わりました。で、今後試したいことなんですけど、さっきのギャラリーですね。ギャラリーで Wi-Fi 状態、Wi-Fi 接続で、データをスマホ本体にダウンロードすることができるんですけど、はい、ちょっと今もうすべてスマホの中に入れちゃったので、新たに取らなきゃできないんですけど、ダウンロードするときの、速度的なものですね。ちょっと見ていったりしたいなと思います。はい、はい、ではね、フィミプレイのアプリのですね、説明を一通りさせていただきました。まあ私が説明不足なとことかうまく説明できないとことか、分かりづらいとことかあったかもしれないんですけど、もし気になった点があったらですね、コメントとかいただいて、それに答える形で確認していけたらなと思います。今日も、動画見ていただきましてありがとうございました。また、ゆっくりですけどフミパームに対する動画ですけど、私が持ってるですね、自分が気に入ってる、ガジェットの方ですね、ちょこっとご紹介していけたらなと思いますので、よろしければね、チャンネル登録していただいたり、できれば、高評価ボタンを押していただいたりして、くれるとすごく嬉しいです。それではまた。